皆さんどうもピーマンドウェスというわけで今回ドラゴンクエストビルダーズ実況9回目になりますぞい。今回も第1章のメルキド編をプレイしていきますのでね、現在こちらの男の子のクエストが出てるので、今回こちらをプレイしていこうかな。こいつのクエストプレイするのは初めてになるね。一体どんなクエストなのか、おいどこに行く、どこに行く、話を聞かせろこの野郎。そうだロッシーだ、名前の方完全に忘れてた。ロッシーね、新キャラクターですよ。欲しいよ、欲しいけどお前はいらんけどな、何もしてねえしお前、心当たりがあるの？なんだよ教えてみなさい、聞いてやろう。奥義術の里の奥に細い道で陸とつながった小さな島がある。はあ、ここに来る途中その小島で人影を見た気がするんだ。気のせいだと思うけど、もしその気があるなら行ってみるといい。誰か連れてくりゃピリンも喜ぶかもな。町の外にも部屋を作るといいぜ。なぜ Why? 町の外を歩いているとたまに壊れた家を見たことがあるだろう、見ることがあるだろう、たまにね。そこ修理しておけば冒険のちょっとした拠点になるはずだ。そういうことだね、ありがとう教えてくれてね。わかったよ。さてコンパスの目的地が表示された。小島に人影を見た。お前は仲間にならねえのかい。ねえどこに行くんだよ。じゃあ行きましょうって言いたいとこなんだけど、もう夜来るんで、完全夜来ちゃうんで、もう寝ましょう。みんな寝るよ、俺は一足先に寝るからな。いつもお前らは俺が帰ってくる前に寝てるけど、今日はお前らが寝る前に寝てやったわ。なんか嬉しいんだよね。あらみんな寝てないよ、何してんの、みんなどこにいる、あれ、あみんな起きてたんだ。うん寝なさいよあなた、俺一人だけ寝たらなんか悪者になるんじゃないですか。あれそんな風潮作り出そうとしてる、やめて。なんかやらしいよねここの住人って、やらしさを覚えるね。さて奥日の里の離れた小島って言ってたよな。とりあえずコンパスが表示されてるのをこのまままっすぐ進んでいこうか。まあ今の俺にはこの石の剣持ってますからね、どんな魔物が来ようともこの石の剣で真っ二つだぜ。もう体半分なくしてやろうかなと思ってますからね。また恐ろしいこと言ってる。どうしたんだろうね。2016年の俺、恐ろしすぎるんだけど。めっちゃ物騒なこと言うっていうね。あ、確かになんかあそこに光があるぞ。あれはかがり火の火じゃないか？そうだよね。ロッシが言ってたのはやっぱ合ってたんだ。あいつ、嘘ついてなかったんだね。俺てっきり嘘つかれたのかなと思ったら。ちょっと行ってみようよ。怖いけど。おう、セーフ。イエス、ダメージ受けずに来れたね。ただちょっと見たこともない魔物が出てきそうな感じはないね。ただのスライムだ。今さら気にするような相手でもない。足2本で倒せるレベルだからね。気にするレベルでもない。どけ。スライムだらけだね。他の魔物はいないのか。いるいる。誰かいますかって。ん？なんかいるね。なんかいる。来るんだ。警戒してるよ。何？来るな、子供じゃないか、行くよ、どうしたんだい。誰だい君は。俺だよ俺、知らないの、わりかし有名なんだけどな。何 ?What? 死ぬぞ、どうした、死んでないけど、どうした。わお、お前死んでねえじゃん。いやまあそんなことはどうでもいいんだ、早く逃げるんだ。何緊急事態。What? わちょっと待って、骸骨。でも、ノープログムで全然問題ない。来いよ、かかってこい、どうしたお前。ほら、どうした、弱えな、どうした、俺の石の剣の前じゃ、お前なんてただの骸骨だ。ただの骸骨だ、その辺に生えてる骸骨だ、死ねばいいのか、この野郎。ほら、どうした、かかってこいや。はい、全部殺してやる。言う魔物の群れをやっつけた。弱すぎる、石の剣が強すぎる。レッツゴー、どうしたんだい。もう何もいないぞ。死ぬ？お前誰に言ってんだよ。俺が来たからもう大丈夫だ。倒してくれましたよ。倒してやったんだよ。礼をくれ、礼を。50ゴールドくれ。わりかし、ざまねえな、お前。調子に乗って魔物の戦い挑んだこのざまさ、かっこ悪すぎるだろう。何？いや、まぐれじゃねえ。実力だよ。お前、首切るぞ。またすごいこと言ってる。やめよ。危ない。どこに行く？ピーマン事情を話したね。そうだよ、来るんだ一緒に。ケッパー。すげえ名前だったね。予想以上にすごい名前だったわ。
ケッパーよろしく。何？うん。イエース、ケッパーが仲間になりまして、うちの町に連れて行きましょうよ。まあ、こんなやつ連れてきたところで何の、なんていうの、得することもないんだけど、まあ、人は多い方がいいじゃん。キムラの翼、これだね。使います。ドゥルルルン、一緒に行こう。うん、拠点に戻るんです。飛ぶぜ！レッツゴー！あれ？置いてきちゃったよね。大丈夫？後ろついてきてなかったよね。ケッパーついてきてる？ケッパー？あ、ケッパーついてきた。よかった。エース、また一人増えてきたぞ。おほー、仲良くなってるね。これが君の街か。喜んでるじゃないか。いろんな人集まってきたよ。いるね。まずはケッパーから話そうかな。うん。礼なんて言わないや。おお、いいね。仲間になってくれるとのことだね。一緒に街を大きくしていこうよ。うん。ほう、衛兵の子孫だ。街を守る役目なら任せてくれよな。骸骨に勝てなかったやつが街守れないでしょ。大丈夫？なんでみんなバラバラになるんだよ。おかしいだろお前。 でロッシーに話しかけていこうかな。ロッシー、うん、あ、連れてきましたよ。ちょっと頼りないけどね。あんたすごいこと言うな。そもそもお前まだ仲間じゃねえしな。そうだよ、兵士がいたら何が危険なのか教えてみなさいよ。お？いや、しますよ。それが俺の目的だからね。あら？なんだこれは。ってことは、ロッシーどっか行くのか？あ、違うのか。命の木の実くれたね。ありがとう。って言いながら、お前まだこの町にいいんじゃねえか。お前が出てけよ、バカ野郎。ごめんね。すごいこと言ってるね。あら、クエストの方。あ！これ来たね！バトルだ、バトル！ロロンド再びバトルだよ、これ。2回目だね。1回目は骸骨。竜王のね、手下どもが攻めてきたんで、数は少なかったけどね。武器もまともに作ってなかったんで、ちょっとピンチだったんだけど。また来ました。再びバトル。いいじゃない。OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況でロロンドのね、バトルクエストをプレイしていくからね。そして今回の実況ではケッパーという新たな住人が我が町にやってきました。まだ町じゃないけどね。うん、町って呼んでいいほどのものじゃないんだけど、これから大きくしていくからね。これで私ピーマン合わせて5人の住人がいますよ。これからもっともっと増えていくと思うんでね。次回のバトルクエスト実況もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。